はい、というわけで今回紹介する映画はこちら。映画ドラえもん、のび太と空のユートピア。リーガルハイ、コンフィデンスマン JP、などの脚本を手掛けた小沢亮太がまさかのドラえもんの脚本を担当。小沢亮太は個人的に好きなんだけど、レジェンド&バタフライ、があれ、あれ、って内容だったから一気に不安になったこの映画。しかも去年のリメイク映画の完成度が高すぎただけに、今年のオリジナル版はどうかな、って正直半信半疑で見に行ったんだ。ドラえもんを半信半疑で見に行く人なんてあんただけだぞ。それじゃあ、多少なりとも不安を抱えながらも見に行った映画ドラえもん、のび太と空のユートピア、のぶっちゃけ感想は。映画ドラえもん、のび太と空のユートピア、のぶっちゃけ感想は。大人は考えさせられ、子供は純粋に楽しめる傑作です。小沢亮太先生、疑ってすみませんでした。いやー、藤子先生以外で、ドラえもんの魅力をここまで引き出せていただくなんて。制作陣の方々には頭が下がります。今回から思考を変えて、前半はネタバレなしで、一旦区切り、後半はネタバレ全開の裏トークをお届けします。じゃあネタバレなしの前半パート。個人的にこの作品の良かった点が、今作の悪役の目的が、ストレス社会を生きるサラリーマンたちも思わず背筋が凍りつく目的なんだ。え、ドラえもんの悪役なんて毎回地球や宇宙征服とか子供でもわかりやすい目的じゃん。大元の目的はそうなんだけど、征服する方法が、全世界がまさに行おうとしている方法で、まるで、ドラえもんが我々日本人に近い未来こんな世界になるから気をつけろ、と警告をしてくれたような気もするんだ。都市伝説の関明夫のポジションじゃねえか、それって。なんかめちゃくちゃメッセージ性の強い映画なんだな今回。だが心配するな霊夢、そこはやはり国民的人気キャラドラえもん。子供向けに要所要所にギャグを散りばめて笑わしてくれるシーンもあるから、見ていて全く飽きない。でもそんなメッセージ性の強い作品でも酷評点は、特にないけど。あえて言うなら、序盤でジャイアンが無理やりのび太を野球に誘って、案の定のび太が活躍しなくて負けるんだけど、のび太一人のせいじゃねえだろ。ってスクリーンに突っ込みたくなるぐらいの大差負けでジャイアンの監督としての無能っぷりが全開だったことだ。え、まさかその野球の結果がストーリーに大きな影響を与えるんじゃ。いや、全く影響ない。そんな細かいとこ酷評するのあんただけだ。あと、ラスボスを思わぬ人物にしたいサプライズ演出はわかるけど、そのラスボスの過去を深掘りしてないためなんだこいつ、ってなったことぐらいだ。それ結構重要なミスじゃねえか。それじゃあ、今年も楽しませてくれた映画ドラえもん、のび太と空のユートピア、の5段階評価は。映画ドラえもん、のび太と空のユートピア、の5段階評価は。星4つです。ドラえもんという作品はのび太の成長物語なんだと改めて認識させてくれるこの映画。家族で見ても絶対後悔しません。じゃあ、ここからはネタバレ全開の裏トークといきましょうか。ネタバレ嫌いな方はここで退出してください。で、さっきの語ったラスボスの宇宙征服のための手段なんだけど。まず、パラダピア、という国が誰もがパーフェクトになれるっていう国なんだけど、パーフェクトな人間ってどんな人間だと思う？そりゃ勉強もスポーツもできて人間的にも素晴らしい人物じゃないの。そう、のび太くんもそんなイメージで思ってたんだが、事実は、宗教団体に近い過剰なぐらい規則正しい団体行動で住民の徹底監視を行い、パラダピアを作った三賢人に従わないと脅迫に近い罵声を浴びせ恐怖で従わせているから、そんな国にいたら霊夢ならどうなる、は、私なら人として考えることを諦め、は、今作の敵の目的って、そう、パラダピアの住民約400人に考えることをやめさせ、従わせようとする、洗脳による征服が今回のラスボスの狙いなんだ。企業パワハラで悩みを抱えている人がこの映画見たら余計に落ち込みそうだな。今はコンプライアンスや政府による監視社会を強く推奨しているからな。実際に作中でもジャイアン、スネオ、静香ちゃんの3人が洗脳されたんだけど、あれほど個性豊かな3人が、外見以外は話し方や行動パターンが全て同じだから、思考をやめた人間って、こんなにもつまらない奴になるんだって、わかりやすく我々に伝えてくれるぞ。恐るべし監視社会。だがそんな、パラダピアの計画にも一人効果がなかったのび太くん。最初は人一倍パーフェクトに憧れていたんだけど、のび太が敵組織に放った一言、パーフェクトにならなくていい、それが僕だからだ、というセリフに私の涙腺は崩壊。一人一人の個性や感情を大切にし、今の自分を肯定する生き方の大切さをまさかのび太くんから教わるなんて夢にも思わなかったぞ。誰よりもバカにされて生きてきたのび太くんだからこそ説得力あるセリフだね。その、のび太の熱い気持ちにジャイアンたちの洗脳が解けるシーンはありきたりなパターンだけど感動するよ。そういえばドラえもんと言ったらもう一人の主人公ゲストキャラはどうだったの？そうにゃなんだけど、
おそらく過去のゲストキャラで一番かっこよく描かれた上、ラストはソーニャの行動で地球は救われたんだが、命を犠牲にしてまで地球を救ったシーンは海底祈願場のバギーちゃんに匹敵するレベルの名シーンなんだ。バギーちゃんって、今の若い子誰も知らんぞ。それにソーニャの声優を担当したキンプリの永瀬廉も上手くて全然違和感なく見れたから、今年のドラえもん映画はほんと当たり年だと実感したよ。じゃあ不満だったのはラスボスだけだったんだね。そう、今作のラスボスレイ博士なんてタイム新聞でチラッと話が出ただけで、完全に三賢人をラスボスと決めつけていた私からしたら、なんじゃこいつって感じだったもん。しかも自分の作戦が失敗と分かったらパラダピアごと自滅させるという、数多いドラえもん映画の中でも、往生際が悪くてカッコ悪いラスボスだったよ。脚本家が脚本家なだけにストーリー性重視したんだな。尺の都合かもしれんがおそらく広げた風呂敷畳めなかったんだろうね。静香ちゃんの、博士もかわいそう、というセリフも、博士のエピソードが少ないから全く同意できないし、この作品の最大の疑問点、エンドロールのソーニャと一緒にいたのび太そっくりの女の子は誰かわからないから、強引に感動作にした感は否定できないね。のび太そっくりの女の子の方が気になるんだけど、ひょっとして来年公開予定の重要キャラかしら。あ、それは絶対ない。来年の予告はオーケストラみたいなのがメインっぽいから、当然オリジナルだと思うし、ひょっとしたら、ワンピースフィルムレッドみたいに劇中で歌唱シーンのオンパレードになるかもしれないね。ジャイアンの歌唱シーンオンパレードの映画か。今から見るの怖いな。それはそれで強烈に印象残りそうな作品になりそうだな。それじゃあ本日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。